はい、おはようございます。今朝はね、またコメダに来てるんですけど、今日はね、なんか新しいモーニング、なんか D とかいうプランのやつがね、出て、山梨の桃とすもものジャムみたいなのが出たらしいので、それを頼んでみました。じゃあいただきます。マイクは持ってきたのに、スマホのアタッチメントを忘れて。じゃーん、日清焼きそば UFO。 これなんで急に UFO を買ってきたかと言いますと、 M リーグ、昨日から始まった M リーグなんですけど、日清がね、今回協賛していて、で、日清のね、キャンペーンで、キャンペーンっていうかね、 M リーグの特典としてチーホーっていう、役満があるんですけど、出現率何、いくつだったかな、 0.004 とかね、 0.0004 とかね、なんかものすごい低い確率で、何が起きるかっていうと、親ではなく子がですね、最初の妻の時に、まあ、最初の妻で上がれるっていう、妻上がりだったかな。っていう、そういう役があるんですよ。で、それ、チーホーって言うんですけど、チーホー出たら、UFO 一生分とかいうね、そういうキャンペーンをやってるんですよ。で、昨日始まって、それを聞いてね、ちょっと、俺も UFO 食べたくなったんで、UFO 買ってきました。今日のお昼ご飯は UFO です。コーヒータイム。じゃん。田島屋さんからね、またコーヒー豆が届いたんで開けていきたいと思います。じゃじゃん。はい、今回ね、頼んだのはまずね、これオリジナルブレンドと、あとキリマンジャロ、まあいつものセットですね。で、これがおまけか、おまけ、またおまけつけてもらいました。で、マンデリン、スマトラマンデリンと、あとね、これパパニューギニア、これがね、なんか今月のおすすめってことなんで、ちょっと頼んでみました。ただね、今日は前に買ってあったやつがね、残っているので、そっちのね、古い豆からね、使っていきたいと思います。はい、改めてコーヒータイム。今日はね、さっきも言った通り、古いね、残ってたキリマンジャロ、まあフルマンジャロで入れたいと思います。まあ古いといってもね、そんなに古くはないんで、全然ね、鮮度は下がってないんですけど、うん、いい香り。やっぱね、豆はちゃんと密閉した容器で冷凍しておくと、結構ね、まあ1ヶ月ぐらいは全然余裕で持つんで、皆さんもね、ぜひコーヒー豆っていうのを保存する場合は冷凍でね、保存してください。はい。でね、今日は10月の5日で、昨日ね、M リーグがあったんですけど、まあ、今日もね、 M リーグ、まあ今日2日目ということで、まあ昨日ね、応援していたチームのそのサクラナイツがね、まあちょっと4位と3位っていうね、振るわない結果だったんですけど、まあ初戦っていうことでね、まだレギュラーシーズン、これから90試合だったっけかな、戦わなきゃなんないですし、90もっとだったっけ、90日なんかね、やたら多いんですよね、レギュラーシーズンって。で、戦わなきゃなんないんで、まだまだね、本当に初戦っていうことなんで、これからね、また盛り上がっていってほしいなっていうところなんですけど、今日はね、セガサミーフェニックスの試合があるので、またね、フェニックス応援したいと思います。今日、先発もね、もう出てたはずなんで、ちょっと後で、ね、まだ確認してなくて、セガサミーフェニックスだけは、かやもりさんっていうのを、もう2週間ぐらい前だったかな、配信で予告してたんで、か
早森さんが第1試合ね出る予定なんですけど、いやー早森さん頑張ってほしいな。去年ねほんとねあれだったんで、あんまりねチーム的にその運が悪いというか、そのあんまりね調子が良くない、全体的に、ね、調子が良くないっていう感じだったんで、今季こそはねまた頑張っていって、でファイナルシーズンまでね出て優勝してほしいなっていうところですね。でね、やっぱり昨日見ててね、観戦してて、麻雀面白いですね。競技として、まあ別に打つわけでは、自分が打ってるわけではないんですけどね、人のやつをね、しかもトッププロ、日本のねトップ雀士の人がね打ってるのはやっぱね面白いですね。はい、コーヒー入れ終わりました。まだね、今週桜ナイツの方もまだ今週あと1日、金曜日だったかな、次あるのは金曜日にね出るんで、またね金曜日頑張ってほしいなってところですね。はい、じゃあいただきます。うん、フルマンジャロ美味しい、美味しい香りがする。うん、美味しい。テリリリンティリンティリリリンティリンでおなじみの、あの YouTube のねで配信している岩井製菓さんっていう京都のね飴屋さんで、 YouTube 見てこのね緑の極みっていう抹茶の飴なんですけど、これものすごい量の抹茶が入ってて、それをねちょっと影響されて奥さんが買ってましたということで、1個いただきたいと思います。なんか抹茶の粉もね入れてくれて、このちょっとね今割れないですけど、このね飴、抹茶を練り込んだ飴の中心にさらに抹茶が入っているっていうね、すごい抹茶の飴。ちょっとね YouTube に、 YouTube のその概要欄にこの飴を作ってる様子をね貼っておきたいと思います。じゃあいただきます。うん、すごい抹茶のいい香りがする。うん、指が緑色になってしまった。